杉山直樹は、日本の指揮者、埼玉県生まれ。ロマン派のオペラや公共曲を得意とする。武蔵野音楽大学中退後、ウィーン国立音楽大学トロンボーン科に留学。1983年以降、指揮者、ヘルベルト・ケーゲル、また、ケーゲルの没後は、クルトレーデルに指示。音楽マネージメント、企業目線な協議会に勤務した後、 高崎芸術短期大学講師となるが解雇される。ハンガリーのエルヌ・ド・ホナーに還元楽団、チェコのモラビア・フィル・ハーモニー還元楽団などのオーケストラに客演するほか、新国立劇場でのナクソス島のアリアドネ、その他にヘンゼルとグレーテルなどのオペラを指揮。指揮講習会では10年間にわたって、レーデルのアシスタントを務める。ペーター・コルネリウスのオペラ、バグダットの理髪師を、 日本書演。翻訳に、指揮のテクニック、トロンボーン協定がある。リハルト・シュトラウスの著作権をめぐって、英国の大手出版社、ブージーホークスと争い、弁護士を立てずに法廷に立って、最高裁判所まで全ての裁判を勝訴、日本におけるリハルト・シュトラウスの著作権が終了した、ことを証明した。日独楽友協会代表として、 日独の音楽家の交流にも功績がある。ありがとうございます。